皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試死亡流所対策の死亡流所の4部構成について学んでいきましょうみなさんはシュハリという言葉聞いたことあるでしょうかシュハリとそのまま字のまま読むんですけれどもこのシュハリという言葉これはもともと武道や茶道で使われていた言葉なんです どういう意味かと言いますと手というのは先生師匠ですねが作った型をまず守る段階になりますその型をしっかり守ってマスターして守って次のステップ歯のステップではずっとそれを練習していくわけですねひたすら練習をするとある時その型というのを突破するそういう時期がきますそして最終的に その先生の方から離れて全く違う自分なりの型を作っていくというそういう流れを示した言葉がこの主張りという言葉なんです主を極めるこの主張りという言葉は志望留書作りにも当てはまるんです実は合格者には共通する書き方があったんですまずはその基本的な型 これをマスターすることが大切です。その志望理由書の型というのがこちら4部構成になります。志ののの宣言一貫性の提示死亡動機締めの非投資この4つが基本的な型になります。こちら下に書いてあるこの数字は全体に占める各パートの文字数の割合を示しています。 あくまでも目安ではありますけれども参考にしてみてくださいこの死亡留書の文字数についてですが400字程度から2,000字程度まで大学によって大きく異なります先ほど示しました各パートのパーセント表示は1,500字以上の場合を想定して言っています文字数が長くなると木を見て森を見ず そういった状態になってしまう人が多くなります大切なのは木を見て森も見ること部分的なところにもこだわりますけれども全体もこだわるこの両方を大切にすることこれがポイントです一番最初に脂肪流書を書くときには文字数を気にせず書き出してみましょう字数制限にのっとって書くのではなく A を入試のために 何か死亡流書を書いたり何かをするというのではなくあくまでも自分の書を見つけるために死亡流書を書くそれが人生の羅針盤としての一つの意義でもあるんですね今回は以上になりますではコッスンでした